アイテム番号 SCP-023 オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-023 は標準の 5×5 メートルの収容ユニットに収めてください。SCP-023 は、サイトにある2本の廊下の交差点を壁で仕切った場所に収容してください。少なくとも3メートルのスペースをどの方向にも取り、4つの行き止まりのうち3つには偽物のドア、1つは本物のドアを設置してください。監視カメラを4つのドア全ての上に設置保守します。常に SCP-023 の眼下には硬質ゴム製の球形挿入物がはめられているようにしてください。眼下層に有物破劣化したら交換しなくてはいけません。劣化の監視は、保安ビデオにより観察される、炎上、効果の明るさを測定することで行います。明るさが12カンデラを超えたら層に有物波12時間以内に交換が必要です。眼下層有物の交換は1つずつにし、また、交換は太陽が完全に沈んだ後だけにしてください。職員はいかなる時でも SCP-023 の眼下を直接覗き込まないでください。事件023、27以降、すべての鏡面を持つもの、ディスプレイ、モニター類、あらゆる種類のメガネがそこに含まれますが、それらを SCP-023 の収容棒から30メートル以内に持ち込むことは許可されません。これには隔離場所内の監視カメラと接続したモニターも含まれます。要、廊下の外に置かれた検問所に詰めている保安職員がこの基準を執行遵守することになります。SCP-023 に関する実験は無期限に停止されています。説明。SCP-023 は大きな体で、性別を持たない、黒い毛むくじゃらの犬か動物、健康 1.5 メートル、です。明るい橙赤色の木と突起で他刃を持ちます。事件報告023、26を参照。何時であれ誰かしらが SCP-023 とアイコンタクトを持ったら、その人物あるいはその直系の家族が、アイコンタクトが破れてからぴったり1年後に死ぬことになります。その選択方法についての調査は、実験が一時停止中なので不完全ですが、しかし既存のデータが示唆するところは直系家族が多いほどアイコンタクトを持った人自身が死ぬ可能性は低まるということで、犠牲者のタイプについてパターンや優先順位は何も見出されませんでした。これは SCP-023 の犠牲者は完全にランダムに指名されているということを示唆しているのかもしれませんが、この選択が起きるのは1年間の期限の始めなのか終わりなのかについては未証です。SCP-023 とアイコンタクトを持った者及びその全ての直系家族を1年を待てたずに処分してしまうという試みは、データ削除済み、という結果に終わりました。SCP-023 の作用により殺されたものの検視結果が示したところによれば、外見上破壊されていないように見えるものの、遺体には高度に凝集した灰が詰め込まれており、それは臓器系全体及び循環系に限るところではありません。筋組織、骨、脳組織全般が、度以上の温度にさらされた痕跡を示しています。ことさらに、十字路に似せられた環境下で収容されているのでなければ、SCP-023 は最も近い好ましい場所にたどり着くため壁の通過に取り掛かり、通り道にある全てのものを焼却します。SCP-023 が最初に財団の注意を引いたのは SCP-023 がにある教会を集会の最中に襲撃した際のことで、任の市民を直接、編集済み、をアイコンタクトの結果として殺傷しました。SCP-023 回収後、クラス B 記憶消去が全ての目撃者と生き残った犠牲者に対し施行されました。この事件については放火事件として隠蔽しました。ホイ023、1、SCP-023 は2収容棒の壁を通過することで収容室を破壊しました。事件023、1、SCP-023 はその後、サイトの別の場所、2本の廊下の交差点で発見されました。エージェントが SCP-023 と編集済みの総辞典に着目しました。SCP-023 の特別収容プロトコルが更新されました。研究助手が注意不行き届きへの見跡を発布しました。ホイ023、2、SCP-023 は94年10月12日に最初に収容されて以来、任の職員と任の市民の死の原因となっています。ホイ023、3、ケテルへの細分類の要請については保有中です。